ルーちゃんそっち違うよ。ルーそっちじゃないよ。ルーちゃん、もう出てきた。おはよう、ルー。はい、おはよう。おはようございます。待ってて、そこで。あったかくていいじゃん。お餅もいいね。はい。じゃあおうどんです。はい、はい、いただきます。うんうん、体が温まるぜ。ね、美味しいね。うん、何時今？7時前だ。6時41分。マジで？うん。この通り沿いにテント立てると。うん、通るね。歩く音が気になるね。チャリッチャリッチャリッチャリって。チョイさん食べられる？うん。大丈夫。食べる？うん、うん。食べて。うん、絶対今。このあげようとしてる優しさが君にはわからないらしいね。だからいらないの？食べていいんだよ、美味しいでしょって言ってるんだよ。美味しいからあげたいの。うん、私も一緒一緒。美味しいんだもん、これが一番。だから食べてほしいなって。はい、おしまい。じゃあ遠慮なくいただきます。うん。おうどん美味しいよ。食べてもらいたいな。私の愛がと思ってるから作ったの私だから。そうだけどさ、うん、私の愛を全部受け止めて汁も残さず食べてね。非常に美味しいから分けてあげたいな。なんか綺麗だね。うんうん、おしゃれだけど。まだ作ってるもん、ね、作ってるのかこれ。うん、これはすごくラッキーなんだろうね。ここに来るのは、のには。なんで？風がこんだけそんなに吹いてなくて、ね、雨も降ってないし、ぐちゃぐちゃでもないし。風が許容範囲っていうのがね。そうだよね。すごい、ヒヤッとする風。
ヒヤッとする風で今あれだから、あの白糸の竹のトイレのさ便座、うん、座ったでしょ、うん、座ってない、座ったよ。もう心臓が止まるかと思って。座りたかったの。ヒヤッてなった。なんのよ。葉月ルーページ言ったヒヤッてなった多分切っちゃったんじゃ。なんかね、切ってあったのかな、うん、座る時もちょっと落ち着かせないとやべやべやべ。いや、ここが一番やっぱり富士山大きいね。俺この間の山中湖もうわすごいでかいとか思ってちょっと感動してたけど、さらに大きいね、うん、近い。登ってる人が見えるもんね小学生か日の出だから、なんつうの、ここに来るとさ、その時間帯時間帯の富士山を楽しむ。朝、昼、ちょっといいですか、夕方、ちょっといいですか、はい、どうしましたっていうのが売りらしいの。うちはここをピッとか閉めてたけどうん、立ててる時も全然見てないし、立て終わったら疲れちゃって見てないし気がついたらなんか赤くなって、でも夕方の赤い富士山みたいな、あれだけね、あれ綺麗だった。そう、気がついたら赤くなってた。夜見てないでしょ富士山。夜見ててかね、昨日のあなた夜俺2時頃、うん、めっちゃ星綺麗だったよ。あ、なんか星が綺麗だって言ってた。天の川が見えるんじゃないか。雲か、俺メガネしてなかったからわかんないけど、白い筋が見えて、あ、これもしかして天の川なのかな、それともただの雲なのかなってよく分かんなかったけど、まあ星の数は過去一だね。あ、そう、まあ、マナビスよりも。メガネしてない状態であれだかんね。ただメガネしてもう一回出る元気はなかった、うん、もう寝ちゃった、まあいいやとか思って寝ようと。カレーは初めてだね、うん、まさかのカレー初めて。君暇でしょ、うん、サラダ油でさ玉ねぎ炒めて。その鍋で、うん、じゃあ、おお。毎日 BGM かける人がいるんだね。そうだね帰ったと思ったら、ね、新たなパーティーピーポーから来るパーリーピーポーがでももうこのトイレの近くは覚悟しないとダメだね。ああいう人たちは必ず利便性のいいところを陣取るからさ遭遇したくなければもう離れるしかない。致し方がない。1、2、3、縦で割ってね。あ、縦で割ってこれ細かっ。ん、1、2、3、そうそうそう、なんだよママこれ溶けちゃうよ。溶けちるぐらいがいいんですよ僕。ママはもう何だったら丸ごと1個でしょ。うん、いいと思います。ボロボロでしょ。あると思います。俺はもう原型がなくなるぐらいまでね、ドロドロになってほしい壁が少し透明になってくるようになるので置かないとすぐ崩れてブジブジになっちゃうから。そうなんだ、うん、こういう風にほら分かる、うんうん、透明になってくる。いいでしょ、うん、いいな、ほら、うん、こういう風にもうちょっと入れます。あんまり多くてもね、食べきんないよ。食べきんないもんね、うん、これぐらいでいいよね。明日パンに挟むぐらい残ればいいんでしょ、うん、食べちゃったらいいね食べちゃったねそしたらハムチーズでおしまいで
わ、何それ、蜂蜜みたい、マンゴーチャツネ、ペースト、マンゴーのペースト、全部は多い、うん、ちょっと多いね、一度だと1個入れちゃうけど、うん、鍋がちっちゃいし、ね、半分、うん、はい、もう一回煮ます。あ、なんかもういい匂い。これで5分置きます。火を止めて、はい、溶けた？溶けた。うん、溶けた溶けた。いいね。そんなに辛い？つるんぽちゃんはやめてね。うん、あ、美味しいね。辛いでしょ、結構。うん、全然大丈夫、うん、あ、マンゴーが効いてるね、うん、爽やかな辛さの中に、うん、マンゴーで、いいね、これカレ、うん、かえって中辛の方が良かったんじゃない。うん、美味しい美味しい、うん、あとはじゃあ熱い、いきます。ほい、熱い、オープン、イエーイ。どう？美味しそう。おお、ツヤツヤやん。ね。あ、いい匂い。あ、ちょっとお焦げになってるね、でも。ちょっとお焦げた。うん。やっぱ火力が少し上がるんだね。あ、そうだね。うん。どう？あ、いい感じ。いいじゃない？あ、いいじゃん、いいじゃん。ますよ、うん、いただきます、はい、いただきます。まずはカレーを、うん、美味しいかな。これは間違いないでしょう。うん、美味しい。肉、お肉は、うん、うん、柔らかい、うん、うん、大成功と言っていいんじゃないでしょうか。うん、これペーパータオルで拭いちゃう、うん、なんだろうね、急にカレーじゃなくなるよね。何？え、あのペーパータオルにつけると。さっきまであんなに美味しかったのに、なんか大丈夫とか思って。